血尿は尿に血が混入していること。赤血吸尿とも呼ぶ。ミオグロビン尿、ヘモグロビン尿とともに、鮮血反応が陽性を示す。重篤な疾病の症候として現れるため血尿に気づいたら1から2日以内に医療機関での診察が必要とされ、痛みや排尿困難の症状を伴う場合、直ちに医療機関での診察が必要である。 出血量が微量の場合は、肉眼では着色が認められない、顕微鏡的血尿は、検査によって発見され、尿潜血と呼ばれる。腎臓、尿管、膀胱、尿道までの尿路のいずれかの部位の異常、重血吸中症によって生じるが、激しい運動の後に、一過性の血尿を生じることがある。原因となる疾患は、膀胱の感染症、前立腺の感染症、 尿路結石が多いとされる。稀に、結核、腎臓の腫瘍、膀胱の腫瘍、前立腺の腫瘍、前立腺肥大症。他に、急激に症状が悪化する、エシセイン膜炎、黄門筋由解症なども原因となりうる。健康診断における、先決要成率は、大学生で4から5%、40代は男6%、女10%、 60代は男11%、女24%、80代以上は男17%、女29%である。肉眼的血尿と顕微鏡的血尿に分けて考えられる。血尿であるかどうかを調べるには、顕微鏡的尿沈差で赤血球が含まれるかどうかを調べるまではわからない。尿沈差検査で赤血球が5個。 一試合以上あれば何らかの病気を示唆するが、良性の家族性血尿は治療不要である。尿中赤血球に破壊、変形が見られれば子球体病変を示唆する。尿が赤いことを肉眼的血尿という。これは患者の手相、あるいは尿の色調変化のことであり必ずしも血尿ではない場合がある。色調変化があり、顕微鏡的尿鎮差で赤血球が含まれれば、 肉眼的に確認できる血尿ということになる。この場合は1リットルの尿中に1ミリリットル以上の血液が入っていると見られる。特に症状がないのに血尿だけを認める場合、尿炉の癌の可能性があるが、若年者ではその可能性は低い。尿の色調変化があるが尿賃査検査で赤血球が認められない場合は、色素尿と言われる。ポルフィリン症、ヘモグロビン尿、 ミオグロビン尿、ビリルビン尿などが知られている。尿鮮血反応陽性ならば、ミオグロビン尿やヘモグロビン尿、尿鮮血反応が陰性ならば、リファンピシンや、プロポフォールなどの薬剤性血尿やビート尿などが疑われる。ミオグロビンビは、黄門スジウ解消で認められるもので、激しい運動の後や、過小や圧迫によるスジエシによる血清 CK の上昇が認められる。 持続すると、急性腎不全となるため大量輸液などが必要となる場合がある。また、ヘモグロビン量は、溶血性疾患で起こることが多く、血性の関節ビリルビンや LDH が上昇する、また、重症熱症で起こることもある。ヘモグロビン量も持続すると、腎不全を起こすことがある。重症熱症の場合は、ハプトグロビンの補充療法を行い、 ヘモグロビンと結合させることによって、腎不全を防ぐという治療も存在する。尿賃査検査で赤血球が認められる、肉眼的血尿の場合、子球体からの出血か非子球体からの出血か予測する方法がある。子球体からの出血の場合は、糸球体を通過する際に赤血球が破損するため、不均一赤血球や赤血球円柱が認められることが知られている。 また子宮体血尿の場合は凝固しないことが知られている。この場合はほとんどは腎臓内科の疾患となる。非死休体血尿の場合は均一赤血球であり凝固しやすいことが知られている。この場合は泌尿器の疾患である場合が多い。非死球体出血で代表的な緊急症に膀胱タ担保ガーデというものがある。膀胱タ担保ガーデでは非死休体血尿が凝固する。 ことで膀胱出口を塞ぎ尿閉に陥ることである。膀胱担保ナーでは、清掃粘点、フルニエ症候群と並んで、非尿器化的緊急疾患とされている。顕微鏡下にて観察された血尿の例、顕微鏡的血尿は、顕微鏡検査での未接血球を認める血尿。尿中に赤血球が5個、1視野以上ある場合に、顕微鏡的血尿とする。 運動直後の採尿は避け、新鮮尿による採取直後の検査が望ましい。早朝第一尿採取後、時間が経過してから検体を検査すれば、溶血によって顕微鏡検査が不正確になる。冷暗所保存が望ましいとされる。最近は家庭で鮮血を自己検査できるキットが市販されている。前日にビタミン C を多く含む食品を喫食している場合、 尿潜血試験紙の技量成果が生じることがある。原因疾患は、膀胱炎や尿路結石、ネフローゼ症候群、腎癌、尿管癌、膀胱癌等の尿路系疾患がある。ありがとうございます。